世界のジャパンチャンネルへようこそ。現在ベトナムでは国内初となる地下鉄システムが2カ所で建設されています。1カ所目は首都ハノイで中国資本、もう一方はホーチミンで、こちらは日本企業によるものです。ハノイの方が進捗が早いものの、複数のアクシデントが起きているのに対し、ホーチミンの方は進捗は遅いもののアクシデントはゼロだそうです。こういった状況についてベトナム人をはじめとする海外の方から興味深いコメントが多数寄せられていましたので、その一部をご紹介していきたいと思います。これは日本と中国の完璧な対比だな。これに驚く人っているの？まさに予想通りのことだろ。当然ながら日本の地下鉄が完成したら遅延はないだろうし、中国の地下鉄は事故が起き続けるんだろうな。僕はホーチミンに住んでいるベトナム人ですが、地下鉄工事の遅れや予算オーバーはずっとネタにされています。しかし少なくとも異変は全く起きていないし、日本に感謝しています。日本の電車は本当に遅延しないよな。あれは素晴らしいよ。ホーチミン2区に住んでいるけど、現在工事は止まっているよ。ハノイの地下鉄を優先するためにこっちの予算がカットされて、日本企業が困ってるみたい。要するに南北で全然協調できていないのさ。こういう露骨な中国と日本の比較は面白いほど正しいね。個人的には地下鉄が完成しても利用するつもりはない。ベトナムでは請負い業者が資材を盗んだりごまかして代わりにゴミを中に詰めたりすることもある。だからベトナム人が作った最新の橋は崩壊するのに、フランス人が作った1世紀前の橋は壊れないんだ。実際にはハノイの方にも深刻な遅れが出ている。資金ショートが工事の遅延を招き、工事の遅延が資金ショートを招くという悪循環に陥っている。ベトナムでも日本人は細心の注意を払うことで知られているよ。だからプロジェクトが遅れるのは仕方のないことだ。ベトナム初の地下鉄建設だからことさら慎重になっているんだろう。ホーチミンの工事の遅れは技術面ではなく、資金面や面倒な書類手続きのせいだよ。こうした建設工事の遅れはベトナムでは日常茶飯事だからな。確かにベトナムでも中国人の事故は多い気がする。2011年の浙江省では40人が死亡して200人が負傷したことがあったけど、中国人はなんと死者を現場に埋めてしまったからね。安全性なんて中国人は気にしてないぞ。権利を勝ち取ったことにしか興味がないんだ。私はベトナム人です。申し訳ないけど技量も技術も中国よりはるかに日本の方が上です。これは感想とかではなく紛れもない事実です。この一件には中国と日本の安全基準がうまく要約されているね。日本人は世界一納期を守る人たちです。工事が遅れているならそれは 100% 資金不足か資材調達の問題でしょう。中国の技術力が低いのではない、日本人がすごすぎるのだ。ここまでがベトナム人をはじめとする海外の方の反応になります。2014年から2015年までにハノイの鉄道工事現場で起きた事故はベトナム最初の地下鉄に対するイメージを不安視させる出来事でした。ハンブルク大学人文地理学部の専門家マイケル・ワイベル氏は以下のようなコメントを残しています。日本人によるホーチミン市の鉄道建設はハノイよりもはるかに良いイメージを持たれている。工事が進むにつれて明らかに日本の技術に対する信頼が高まっているようだ。ハノイ交通通信大学の輸送計画者で講師を務める V 氏はハノイのライン 2A には大きな構造的問題があると主張しています。彼はその問題についてこう語っています。ホーチミン市では地下鉄駅へのアクセス性向上のために日本人による技術支援が盛んに行われています。日本人は駅にやってくる歩行者の利便性を重視し、
地下鉄をより利用しやすくするために改良を行ってきましたが、ハノイではこのような作業は行われていません。ハノイのライン 2A では地上からホームに行くまでがとても大変なんです。こうしてハノイとホーチミンで行われている2つの工事は、日本の技術力を称賛する声とベトナム人が抱く反中感情を浮き彫りにしており、対照的な様相を描き出しているのです。サウスチャイナモーニングポストは、ベトナムの2つの都市で行われている都市鉄道工事を日本と中国それぞれが手掛ける2つのベトナムメトロ物語として伝えていました。先に述べたように、どちらの工事も予定より大幅に遅延しているのですが、中国主導のプロジェクトは事故続きで、一方日本主導のものは事故ゼロと指摘し、日本の職人気質な技術力とエンジニアリングの優位性がベトナムで改めて認められていると報じました。まずハノイで工事を請け負っているのは、国営企業の中鉄六極集団率いる中国企業のコンソーシアムです。カットリンからハドン間の13キロ12駅を走る2号線で、当初の完成予定は2016年12月でしたが、遅れに遅れ未だに完成していない状態です。一方ホーチミン市のメトロは、1号線と呼ばれるベンタインからソーイティエン間の全長 19.7 キロです。工事は日本の国際協力機構の指揮のもと、住友商事や清水建設と前田建設の共同企業体などが分担しています。当初は2018年の操業開始を目指していましたが、現在は2020年中になる見込みです。ちなみにどちらもメトロとは呼ばれてはいますが、これらの区間はいずれもほとんどが高架鉄道となる予定です。サウスチャイナモーニングポストによると、ホーチミン市の工事では現在のところ事故は報告されていません。一方でハノイの工事は事故に次ぐ事故だと伝えています。2014年11月、複数のスチールリールが高架の工事現場から落下し、下でオートバイを運転していた人が亡くなり、歩行者2人が負傷しました。翌月には同じ場所で、今度は足場が崩れ、下を通行中のタクシーが動けなくなることがありました。2015年8月には別の場所の高架から暴行が落下し、下にいた自動車にぶつかり、危うく死亡事故につながるところでした。これらの事故を受け、ベトナムの交通運輸省が安全対策の改善を求め、その後2年間事故は起こっていないそうです。しかし事故は起こしていないものの、工事の評判は相変わらず低いようで、2017年5月には政府の調査チームが一部の線路に保護塗料が塗られておらず錆びているのを見つけたという事件がありました。また接合部分が緩くなっている箇所があることも判明しました。ベトナム人は中国事業を嫌う傾向があるらしく、どうしても低い評価になりがちなのですが、中にはこんな中国側を弁明するようなコメントもありました。ハノイの渋滞はホーチミン市よりひどいし、何千年もかけて複雑になった道路や狭い路地がいくつもある。ホーチミン市はフランス植民地時代の町なので、通りも広いし交通に適した配置になっている。2つの都市は工事の要件が全く異なる。ここまでが本日の内容になります。日本はインフラ構築を依頼され、それを受け入れた場合、単に技術力の高さ、経費、納期、耐久性、安全性のみを考えているのではありません。その国がインフラを起点として発展してくれることを願っているのです。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。